お越しいただきまして本当にありがとうございます。はい、たくさんの方にね興味持っていただいて、アレルギー今関係ないという人でもですね、ぜひこういう暮らしをしてたら、いわゆるアレルギーの発症リスクを避けられたりとか、アレルギーに関わらずいろんな病気を防ぐ、一つの手段になるのかなというふうに興味持ってもらえたらなと思います。はい、ではですね、今日一日皆様のお力を借りながら盛り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは日本室内空気保健協会のブースに訪れました。すみません、こんにちは。こんにちは、お願いします。化学物質過敏症とかシックハウス症候群になる人をなくしたいと思ってるので、空気環境アドバイザーの資格事業をしたり、空気の見える化をしようという啓発をしております。はい、ブランネージュというスキンケアを扱っておりまして、赤ちゃんのケアから大人の男性も女性もその肌そのものの、健康、バリア機能を強くしていって、健やかに安定した肌を保っていただくためのスキンケアなので、クリーム色っぽい、そうですね、白じゃないから白じゃないんです。優しい感じしますね。そうなんです。なぜかというと中身が焦げ茶色のソープになってます。無着色で、口に入っても甘いです。え、そうなんですか。はい、じゃあ、はい、洗うだけじゃなくて必要なものも補ってくれる感じなんですね。そうなんです。嬉しいです。はい、この美脚学校はダイエットという形ではなくて、美脚とは言ってますが実はマインドなんですね。体だけじゃなくて心も含めてトレーニングするメソッドということですか。はいはい、体というよりまず心を整えて、心の中で体を整えていくメソッドを挙げていまして、このマシュマロタッチっていう塗り壁剤なんですけども、塗り壁剤、はい、それを使ってここにお絵かきしてもらって、はい、空気をきれいにしてくれるアートを皆さんに作っていただく。なるほどですね。普通の壁紙に描くことができるってことなんですね。すごく素敵で、かつ空気がきれいになるということで、アレルギーのお子さんのいらっしゃる家族のお家とかにぴったりだなと思いました。でない豆乳でできたアイスクリームというところで、アレルギーをお持ちのお客様に大変喜んでいただいている商品というところで、アレルゲンとして一番大きな乳と卵が不使用で、ソイを使っていることで、そのアレルギー持ちの方も美味しくいただけるってことなんですね。はい、そうですね。はい、美味しそう。美味しいし、ありがとうございます。濃いですかこれ。そうです、豆乳の味を極力抑えて、アイスクリーム本来の美味しさを出している、そういった商品になっておりますので。本当ですね、はい、言われなかったら絶対誰も遅いと思わないですね。はい、ありがとうございます。こちらの方はですね、環境、部屋の中にダニとか花粉、そうした環境アレルゲンがどれぐらいいるのかを測定するというサービスをやっております。この家に入ると喘息になっちゃうみたいなのが、事前にこれが測れれば分かるかもしれないです。はい、そうですね、ちょっとここはやめとこうみたいな。はい、そうですね、広がっていくのがすごい助かるなと思います。はい、またイワシが千葉の特産物なんですけれども、その特産物を生かしてだしを作っています。で、骨丸ごと粉にしているので、そのまま栄養が取れるっていうようなだしになっています。なるほど、千葉の特産品を使って、かつこのようにアレルギー7品目が取り除かれた状態で安心して食べれるようなお出汁になっているってことなんですね。はい、
ご自身の似合うことを知ることによってお肌が綺麗に見えたり、はい、痩せて見えたり、そんな効果がございますので、ぜひね、女性の皆さんだけではなく男性の皆さんもスーツのお色味で仕事ができるように見えたりしますので、ぜひやっていただけたらなと思います。これが糞でしょ。これはこれ糞です。卵を産むわけです。そうです。もしかするとこれで相当変わるんですか。こんな感じでできるんですけど、印が真ん中が正常値で、外に行くにつれて非常値になってるんですよね。皆さんこんにちは。各ブースでね、いろいろ説明しているところ、マイクを使って申し訳ありません。市川市長の田中光です。環境問題、そしてアレルギー対策の問題ということに真剣に取り組んでいく必要がある。市川市は先進地域というふうに言われるようになりたいという思いで、これから行政を行っていきますので、皆さん方の声どんどん聞かせてください。こちらクイズスタンプラリーとして、クイズラリーというものがありますので、全部に答えていきたいと思います。早速1番を見つけました。問題1、特定のものに触るとすぐに発症するアレルギーを〇〇型アレルギーという、すぐに発症だから1番にします。新築の住居などに長くいると体がだるくなったり、めまい、頭痛、息苦しさなど体調不良となることを何と言いますか。知ってます。あ、ジュラシックハウス、ジュラシックハウスがありますが、これはじゃあシックハウスで答えたいと思います。問題に1番、花粉、ダニ、ハウスダスト、食べ物、金属などアレルギーを引き起こす原因となる物質のことを何と言いますか。あ、2番、アレルゲンにしたいと思います。次のうち食べ物、食物アレルギーに関わる特定の原材料と28品目に該当するものは何ですか。これは難しい。参考ブース、クラシエさんに勉強に行った方がいいと思うんですが、ここで一旦答えると該当するのは落花生かなと思います。3にしときます。〇〇のアレルギーは鼻炎や喘息のような呼吸器性のアレルギーは少なく、アトピー性皮膚炎として症状が現れるのが特徴的です。1、高齢者、2、赤ちゃん、3、犬。犬のアレルギーにしたいと思います。3番。ついに最後になりました。クイズラリー6。次の床材のうち、ダニやハウスダストを減少させるための掃除の時間が比較的短時間で済むものはどれですか。1、畳、2、カーペット、3、フローリング。これは3、フローリングにしたいと思います。ではこれでもらいに行きましょう。クイズ全部解きました。そうするとね、お好み焼き、パスタ、石鹸、アレルゲンである大豆を使ってないお醤油。じゃあ私、広島出身なのでお好み焼きをいただいてもいいでしょうか。あ、そうですか。ありがとうございます。いろいろチラシも入ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。もらいました。